ポチッとな。はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はですね、前回のカスタムに引き続きですね、ノーマル仕様の X グレードですね、の試乗をしてきましたので、ご報告いたします。ですね、この新型の担当がですね、出たのが、もう本当についこの間ということで、試乗車の方がですね、運よくですね、ありましたので、担当のカスタムと、その X グレードと、担当カスタムの RS グレードと、それから標準車の X グレードを乗り比べることができました。この車ですはね、ノンターボでした。ノンターボの仕様になります。ですね、この機能的にはですね、ほぼですね、カスタムの X グレードとほぼ一緒のタイプになります。で、前回試乗したのが、その RS というタイプですね。もうちょっといいグレードになりますけど、こちらの方の X っていうのが、売れ筋のグレードになるということです。このノンターボですけども、市街地でですね、決してスイスイ走れないわけではなく、非常にですね、スムーズな吹き上がりで乗りやすかったということでした。でですね、このタイヤサイズもですね、14インチの65扁平になってますので、RS に比べたら乗り心地が若干いいように感じました。突き上げ感もですね、ほぼなくてですね、この手の車にしてはですね、乗り心地がいいなというふうに思ったということですね。はい。運転席でもそうですし、後ろの席でも突き上げ感がですね、あまりなくですね、快適な、ね、空間が得られてますので、もう本当にオールマイティに使えるということで、非常にですね、いい車だと思います。で、このグレードですけどね、デジタル表示の時計ではなくて、アナログ表示の時計になってたのがちょっとおしゃれで、なんかですね、今度はホコッとするようなですね、そういう空間が得られました。で、この車もですね、RS についてるものと同じようにですね、駐車の支援システムっていうのが搭載されてましてですね、この後試乗が終わった後にその動画も撮ってまいりましたので、それも合わせてですね、ご覧いただければと思います。もう基本的にはですね、もうカスタムの X もこの標準車の X も外観はちょっとやっぱ違いますけども、ほとんどですね、機能的には同じということですね。やはりですね、もうこの車であってもですね、140何万ですね、30万ほど RS よりも安いんですけども、軽くですね、オプションを含めると200万は超えてしまうというような高額な車になっております。それでですね、駐車支援システムの方もですね、続けてご覧いただければと思います。この後ですね、すぐ動画流れますので、続けてご覧ください。それでは。これでですね、駐車支援システムを作動させている最中ですね。アナウンスが車の方から流れますので、それも合わせてお聞きいただければと思います。車が入るように、なんであんまりこう通り過ぎちゃうと、このアシスト終わっちゃうので、ゆっくりゆっくりここの青枠に入るようにやってみてください。ステアリングから手は離して大丈夫です。ハンドルから大丈夫です。左画面の青枠に合わせて停止してください。ちょいもうちょいもうちょいもうちょい、ちょっと見た目ちょっと怖いんですけど、もうちょいですね。ブレーキを踏んでシフトを R レンジに切り替えて周囲の安全を確認してバックしてください。左画面の青枠に合わせて停止してください。ブレーキを踏んでください。シフトを D レンジに切り替えてください。前進してください。左画面ブレーキを踏んでください。シフトを R レンジにバックしてください。左画面のもっと広いところでやるともっとすごい。ブレーキを踏んでください。シフトを D レンジに切り替え前進してください。左画面ブレーキを踏んでください。シフトを R レンジにバックしてください。左画面の青枠に合わせて停止してください。これでは今回で失礼いたします。どうぞ。ブレーキを踏んでバックしてください。ご視聴ありがとうございました。目視で OK ならいいんですけれども、アシストを終了します。はい。で